はい、今回は、骨盤の動きに焦点を当てて、その動きを良くしていくための、ストレッチをやっていきたいと思います。どんな、ね、骨盤の動きをやるかといいますと、こういう動きです。横の引き上げですね。挙上と言いますけれども、その動きをやっていきたいと思います。はい、今回は膝を曲げて体育座りのような体勢から足を浮かせていきます。これだけでも腹筋使いますし、このグラグラしやすいところで安定させようとしていろんなところを使います。その体勢で片方のお尻に乗せるようにしていきます。ゆっくりスムーズに移動してこちら側、ポイントはね、膝の向きを少し斜めにしてあげることですね。斜めにしてあげることによってこの脇腹に効いてきます。これは膝が上に向いたまま行ってしまうと、この股関節の付け根の方を主に使ってしまいますから、しっかりと膝も逃がしながら、横に逃がしながら行うようにしていきます。スムーズな左右への体重移動、目線をできるだけ変えないようにする。これだけでもかなり集中が必要です。はい、 OK です。はい、肩のラインとね、目線がこう崩れないように、しっかりと意識しながら行うようにしてみてください。はい、以上です。